今回発生したねじれは、泣く子はピアニストほどじゃないけど結構大きな被害を出している。泣く子は裏路地ではなく V 社の巣で発生した個体なので、いろんな教会が困っています。部長、現時点で死傷者が何人とおっしゃいましたか？約8万人に上るそうだ。それでも30万人を一掃したピアニストよりはマシですね。いや、ピアニストよりも事態は深刻だ。旧区ウラルジの居住地域を焦土に帰したピアニストと違って、泣く子は巣の中で発生したのが致命的だ。ああ、何よりも安全であるべき巣だから。それよりシャオ、いつ来たんだ？一家も非常事態になってさ、二課の意見を聞きに来たんだ。シャオ部長も素直じゃないですね。セシル何はともあれ、教会長からの視線が痛いだろうな。メイ、現段階で報告された泣く子についての情報をブリーフィングしてくれ。はい。泣く子の原型と推定されるフィリップは夜明け事務所のフィクサーでした。夜明け事務所は V 社の巣にある4級の事務所でした。流教会直属事務所で、構成や実力も悪くありませんでした。そういえば、そこにサルバドールがいなかったか？そうです。一時は凄腕だったものの、今じゃもう腕が衰えてるじいさんですよね。それより大事なのが、夜明け事務所は図書館で全てのフィクサーが死亡して廃業になりました。たった一人、フィリップだけを除いてです。フィリップは5級フィクサーでした。生き残ったフィリップは協力関係にあるくさび事務所を訪ねていって、くさび事務所も図書館の餌食になったんだ。今の話だけじゃ何もわからないんだが、憶測が混じりすぎてないか？ただの憶測と思えないのは、図書館の近くでとある彫刻一体が泣いているのを見たフィクサーがいたという話です。泣く声が遠くからでも聞こえたと言ってましたので、結構長い間大声で泣いていたと思われます。そして彫刻はだんだん形が変わって。まさかフィリップに戻ったのか？はい、完全にではないですが、目撃したフィクサーが覚えている外見と書類上に書かれているフィリップの姿にはかなり類似点があります。しかし、その携帯を持つ者の皮膚や服の材質は全て密漏だったとのことです。人間じゃなかったのか？そしてフィリップは V 社の巣にある自分の事務所に戻って、しばらくの間絶叫しながら泣いてたとのことです。その後、夜明け事務所を除いた周囲の全てのものを破壊し始めたんです。だが、報告された姿からは全く面影が感じられないんだが。姿が変わるねじれも多いですし、その類のものではないのかと思います。難しいな。シャオ、どう思う？確信は持てないけど、可能性はあるな。図書館に目が向くしかないだろうし、ねじれた理由については何もわからないし。やっぱりそうだろうな。この件で V 社が流教会全体を雇用した。ねじれと関係ありそうな全てのものを取得するか、都合が悪いなら処分しろって言ってたな。しばらくの間、図書館にも人的資源を集中的に配置するだろう。翼からの依頼だし、教会長や支部長は良かれと思って受けたんだろうな。しばらくの間、都市の全部の裏路地に血の風が吹きすさびそうね。二課はどこから始める予定だ？俺たちは当然図書館から始めるつもりだ。人員が人員だから図書館にだけ集中することはなさそうだし。一課はどうなんです？一課は教会長の指示した泣く子の始末から始める。足元についた火から消さないとな。しょっぱなからお疲れ様。シャオなら心配することないだろうけど、それでも気をつけて。まったく、ロウェル部長さんもね、協力事務所も結構いますし、大事にはならないと思いますよ。しかもシャオ部長が出勤するんですし、全く心配することないですよ。
あんな姿になっても人間だった記憶は残ってるのか。自分の過去を語る幻想体もそこそこいたから、はなから不可能な話じゃないわ。確かに残りの奴らも会話くらいはできたしな。はあ、こういう場面は何度も見たけど、いい気分にはなれないな。あんなに崩れるとは思わなかったんだよ。それなりにうまく克服できたと思ったから。そうなったかもしれないわね。でもいくらいい能力を持っていたとしても、まっすぐな心構えを持って進まなければ崩れてしまうわ。元から不安定な人だったから、より一層気をつけるべきだったのよ。なるほど。
協会が直接図書館を訪れるだなんて。一体どんな協会なの？あいつらは全面戦争に強い戦争特化型の戦闘協会だ。この前に見た司教会とは正反対だって思ってくれればいい。司教会の立場からして図書館の接待が戦略上不利だったとしたら、流教会にとってはおあつらい向きってわけだ。各教会が引き受ける仕事や雰囲気に応じた戦略があるってこと。ああ、両者の戦略は文字通り性質が真逆だからな。教会の雰囲気もそんな感じに見えたわ。さっきの役職が結構高そうな人たちも図書館に来るかしら。それは俺の知った話じゃないな。でも来るならちょっと苦労しそうだな。そうなのね。とにかく私は手伝ってあげられないから苦労してもらうわね。